上原徹は日本のミュージシャン、テレビプロデューサー、富士パシフィックミュージック代表取締役社長、富士クリエイティブコーポレーション取締役、CPO、日本音楽著作権協会理事、日本音楽出版社協会理事、東京都出身、整形小学校、整形中学校、高等学校卒業、小学校から大学卒業まで、 ずっと整形学園で過ごす。整形大学文学部在学中に、ホーセインツを結成、リーダーで、ボーカルギターを担当。1968年、東芝レコードから小さな日記でデビュー。ちなみに、当時契約していた音楽出版社がパシフィック音楽出版であった。大学卒業後、ホーセインツの元メンバーが集まって、フォークローバーズとして再デビューしている。 1975年、フジテレビ制作詩会社のワイドプロに AD として入社、制作詩会社のフジテレビ本体への吸収合併を機にフジテレビに入社するが、フジ音楽出版の兼務であった。ディレクターとして夜のヒットスタジオ、スター千和よ、君こそスターだ、ザスターなどを手掛ける。1985年以降は夜のヒットスタジオデラックスにて、 海外アーティストを1000人で担当、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、ボンジョビなど多くのスーパースターの演奏を日本に生、中継した。富士テレビ第二制作部の時は、引田藩に所属していた。1989年より、ロンドン勤務。1994年には、富士インターナショナル・プロダクションズ・リミテッドの代表取締役社長に就任。 日本向けに b ート UK, ザ・ビートを制作するのみならず ITV、チャンネル4などでレギュラー音楽番組を制作。また、マライア・キャリー、エリック・クラプトン、チャゲ・アンド・アスカ、サダ・マサシ、高橋・マリコ、フジロックフェスティバルなどのライブ映像の企画制作も担当した。2003年に帰国、2005年にはフジパシフィック音楽出版社長に就任。 社長就任後は映像制作室を新設、自ら演出、ディレクションを担当することもある。2010年7月には日本初の音楽ライブ 3D 生中継番組、高田組ライブ 3D 生中継、ドリームミュージックパークイン、横浜スタジアムの演出を担当する。また、2007年には、ォーセインツを再結成、2008年には新曲、この街で、 ユニバーサルミュージックからリリース、以後、グループとしての活動と並行し、ソロアーティストとしてもコンサートを中心に、精力的に活動している。特筆すべきは、ポール・マッカートニーとの関係であり、ポールの4度にわたる来日公演において、コンサート映像収録の許可が降りた3度すべてを、上原が、収録、2013年のアウト・ゼア、ジャパンツアー2013東京ドーム公演は4。 ゲイフォーマットでの収録を実現、放送が待たれている。2012年には、過去自身が手掛けた、ザスターのミソラヒバリ出演会を再編成及び、音源リストアした映像作品、ザスターミソラヒバリ大人の音楽祭では、監督を務め、当該作品は、劇場ロード賞された。ありがとうございます。